行くぞベネディクト。無法は許さない。覚悟しろ賊たちよ。この地で無法者がのさばれると思わぬことです。若様実戦ですぞ。私も戦います。身に降りかかる火の粉は自分で払います。ずいぶん賑やかだな。俺も加えてもらおうか。どうだ友よ、倒した数を競ってみないか。ナイルブラボーと申します。トライアングルストラテジーの実況プレイの続き、グッドエンドを目指してやっていきたいと思います。前回一周目は無残にもハッピーエンドとは言えんかったのよな。これが調べたらどうやらグッドエンドがあるみたいやから、今回はグッドエンド狙ってやっていく。グッドエンドの分岐の部分の場所からプレイしていく。でそのデータをご用意いたしました。というわけで早速グッドエンド目指してやっていきましょう。さあ聞いてあげて、セルノアが導き出した答えを聞いてあげて。私は決断した。岩塩は誰にも渡さない。だが独占もしない。全ての塩を等しくノゼリアの民に分け与え、新しい世を作る。いいわよ、あんたの考えをまとめたんやから早く話してあげな。三人が今気が気じゃないからな。セルノア、ローセル族はどうなるのですか。前回はベネディクトの案に賛同して悲惨な結果になったからな。ローゼル族も見捨てない。まあ、悲惨というか、順を追って私の策を説明します。塩を民のものにするためには女神教の支配を終わらせねばなりません。聖ハイサンド大教国を倒す、それが大前提です。結局ベネディクトの策を取るのか。いえ、私の策は3つの作戦を並行して行います。まずウォルホート領の家系によってハイサンド軍を叩き、新鉱山制圧を防ぐ。同時にエスフロストと交渉し大金砲を手に入れます。グスタドルフ総帥と組むのは確かに危険です。うん、だが総帥と対立するスバローグ殿を説得できれば我々に有利な形で同盟を結べるでしょう。さらにハイサンドの首都で女神教の偽りを暴き、エンコのローゼル族を放棄させます。教皇の権威は失墜し、首都は大混乱するはず。これらを同時に成した後、エスフロスト軍と連携してハイサンドに決戦を挑み、一気に首都を落とす。そしてエンコと岩塩を手に入れ、全ての民に解放するのだ。かっこいい、かっこよすぎだろ。ロラン様が目指す通り、ノゼリアの民に平等と安寧をもたらしましょう。ベネディクトが望むウォルホートの威信と未来も守ろう。フレデリカの望むローゼル族の解放も果たします。困難極まる道だが、我々の力を合わせれば不可能ではないはずだ。私の選んだ道に異論のある者はいるか。もうこんなん牛の根も出んでしょう。これほどいい意見がありますか。犯人の願いを叶えるよ。やりましょう。若このエラドール血がたぎってまいりました。ドラン様、正直に申し上げます。私はセレノア殿の意見に賛成します。ありがとう、ありがとう。理想は夢見るものでも与えられるものでもない。貫き、自分の手で勝ち取らなければね。ベネディクト様、道はあったのです。ウォルホートを守る別の道が。あー嬉しいな、あんたもここまで押してくれるか。3人はどうだろうか。恥ずかしながらウォルホートの安泰だけを願う私には思いつけない策です。困難ですが確かに不可能ではないでしょう。でしょー。セレノアさん、やはりあなたはウォルホート家の当主にふさわしいお方です。塩をめぐる三国の戦いの中でローゼル族を救うことは小さな問題なのだと分かっていました。でもあなたは私の同胞のためにあえて困難な道を選んでくれたのですね。そうよ、世界平和のためよ。私はみんなで頑張るのよ。あなたと共に戦えることを
誇りに思います。ありがとう。さすが奥さん。俺はハイサンドに任せれば自分が治めるよりも良い世になると思い込もうとしていた。なんでお前が一番問題ないからな。逃げるため、そしてグスタドルフへの復讐を遂げるために国を売ろうとしたのかもしれない。そうやぞ、あんたが国を売ったのやからな。前線は、前作はお前のおかげで目が覚めた。編集はグリンブルク王として、お前の友として、この困難な道に全力で挑もう。天秤に問うまでもない、我らの進む道は決まった。これより我々は3体に分かれて行動する。各体による作戦を説明しよう。はい、お願いします。一方その頃、あー、アブローラ、あんた生きてたのね。よかった。お前まさかエスフロスト軍のアブローラ。いや、よかった。もう私はエスフロスト軍の将軍ではない。まあマクセールが生きてたからな。アブローラが生きてたのも不思議ではないのよね。どうかウォルフォート公に取り次ぎを頼みたい。待っとけ、今すぐに駆けつける。そこで待て。久しぶりね、アブローラ将軍。消息不明と聞いていたが。キコーラにしてやられたおかげでな。だが戦の結果に恨みはない。こたびはセレノア殿にお願いがあって参上した。まさか。私をキコーラの陣営に加えていただきたい。きたー。私たちと共に戦いたいというのですか。最強の女が仲間になるのか。我々の代でノゼリアの争いを終わらせるために。いいよコーデリア様たち。いい、次の世代にはもうすでにハッピーやわ。どうしよう。信じてもらえぬかもしれぬが、私はコーデリア様の覚悟に打たれた。すべてはノゼリアに平和をもたらすために。よく言ったわアブローラ。さすがは最強の女。私が見込んだ女よ。我々は大きな決断を下しました。あなたの加入は何者にも変えがたい力になる。ウォルホート家へようこそ、アブローラ将軍。やったー。我が力存分に使ってくれ、セレノア殿。だ、これでアブローラ使えるのか。やったー、嬉しい。これはいい。その言葉そのままお返しいたします。背面を取り繕う階段など無用。我々は脅しには屈しない。あの通り。つまりウォルフォート家は私たちがどれだけ苦労してここまで来たと思ってるのよ。時間軸まで遡ったのよ、はい、私たち。あなた方を新鉱山には行かせません。当然岩塩も渡さない。渡さないわ。その決断の意味は分かっている。ハイサンドとの全面戦争よ。ガエンはノゼリアを支配する力だ。ハイサンドは絶対に引かぬぞ。聖ハイサンド大教国七聖人エグスアムが裁きを下そう。あー、生きてるね。大軍率いてるからって生きんなよ。あー、行くわよ。ベネディクトの戦いってことは、あとはロナンとフルデリカが行くわよ。敵は死を覚悟して挑んできた。情けはいらぬ。叩き潰せ。我らには策がある。敵の数を恐れるな。ここでハイサンドを撃退する。いや、行くわよみんなで。実力差を教えよう。さてと、今回なんとか家計使って動きたいけど、もうこいつは移動しちゃうか。無理だな。あ、いや、ミロのムーンジャンプ使えば、いや、いけるか、いけるか。動いてムーンジャンプで移動して、かく乱するわ。で攻撃すれば、えい、はーい。うわ、グロい。これはグロい。いやー、おお、消化に死を放ったらワンパン。いいわね。ベネディクトめ、恐ろしい策を講したな。いやー、ここでひるめば敵の思うつぼだ。火炙りはちょっとグロいわね。よし、皆も続け。
勝機は我らにない。問題はミロを、ちょっと待って、フロアさん、フロアさん、フロア聞いてない。第2陣突撃せよ。どっから来んの第2陣？こっから今だで、ミロをもう一回動かすでしょ。準備は抜かりなく。じゃないと始めましょう。ミロが持たない。でムーンジャンプでここまで移動。死を終える。ここにも家系があるから、ここにおびき寄せよう敵を。あ、来た琥珀な。新キャラの琥珀、こいつは時間を司るキャラクターで魔法が強い。だから味方のターン速度を上げたり、相手に次元式の爆弾を仕掛けたり、味方を任意の場所に転移させたりすることができるのよ。だから例えば空間湾曲の言葉、味方単体は5マス以内の任意の場所に移動する。対象がチャージ栄翔中の場合は中断されると。例えばじゃあアーチボルトをここに移動させると、ヒュン、ヒュン、おおっていう感じで、サポートにむちゃくちゃ強いキャラになる。頑張ります。あ、右に移動してる。いいよ、もっと右に移動しろ。あ、いいよ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 、もっともっと右に移動しろ。あ、来た。で、今回もう一人の新キャラ、フラナガン。フラナガンはヒューエットと同じ名前だったかな、鳥に乗った、タンクだから防御力がむちゃくちゃ高い。上下に対しての高低差がないから、こういう屋根の上とかにも登れたりするのよ。それがフラナガンの強み、移動できるタンカーやな。こっちの技で巻き込んで殺すか。いいね。キョン、いいよ。いやー、これで4人まとめて倒した。いいよ、行くぞ。3、1、2、3、4人巻き込めるとなればありだな。あり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 、全然あり。はい、ポン。おとりした甲斐があったな。一旦こっちに。わー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 、まずい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 。敵を休ませるな。第三陣、前へ。これで第三陣か、まだいるのね。重たい。しみるわい。これでアーチボルトならここ攻撃できるやろ。いいね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 。あーらよっ、ポチン。死ぬがいい。いいよ。おー、あー重たい。まだまだこれから。すごく重たい。きた。まさかこれほど取れた。全軍を投入する。お、これで全軍。ドルフォートの息の根を止めろ。いいよ、これで最後やね。いいよいいよいいよ。私に逆らう。はい、オッケー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 。ベネディはカリスマ効かないんだな。腕が鳴るぜ。いや、エザナの奥義やるのはありか。雷神降臨の儀式、一旦栄翔かかるけど敵全員に雷ダメージを与えて魔法、違う、麻痺を確率で付与できる。これはありでしょう。戦いを終わらせるために。奥義映像開始。滅せよ天にあだなす者。あ、回避した。回避されるの。嘘でしょ嘘でしょ。奥義って回避されるんですか。そんな、ここぐらいでいいかな。この辺で二王の盾をかまそう。全てを守り抜くのだ。よし、無敵だから効かない。やりやがった。あいしょ、テラスケじゃない。当然負けた。戦場は俺の庭だ。これ巻き戻したら無敵状態に戻らん。琥珀戻った。琥珀強すぎる。お前マイロ、それは救世主と言っても過言ではない。やりやがった。いいよいいよいいよ。お役に立てるならマイローか。やりやがったな。痛い。女神に感謝を。隙だらけだ。やれぐ、行くぞ。とうとうエラドールが行った。それはまずいんだな、それはまずいんだな。後から聞いてくるよ。次元爆弾仕掛けて下がろうか。守りを固めましょう。なんとかして耐えなあかん。始めましょう。恐れよ。バキッバキッたけど遅かったな。くそー、もうちょい早かったな。我が身に押されているのか。お、どっかで倒されんかな。おっしゃー、来たー。悪く思う。頑張れ。しまった、私ともあろう者が。いや、エラドール殺したのは失敗やったな。もうちょい上手くできたはずなのにな。悔しい。でもエグザンは打ち取った。あとはうざうざうよ。しみるわい。
せや。デミの策、見事覚悟に欠けていたのは我らの方だった。これ以上は戦い撤退だ。ミゴ、ハイサンド軍が逃げ帰っていく。我らはウォルフォートを守り抜いたのだ。みんなよくやってくれた。我々の勝利だ。ああ皆さん、今回の動画はここまで。次回はおそらくロランかフレデリカの部隊を使って敵部隊を蹂躙するんでしょうね。いや楽しみやわ。いいね、やっぱハッピーエンドに向かってる感じがすんごい伝わってくるわね。いや楽しみ、ほんまに。それじゃあ皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。面白かったら高評価とチャンネル登録していただけると、他の人の動画に私の動画が載る確率がむちゃくちゃ上がるんでお願いいたします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。